次は三つ増えてる。オフロードバイクを洗浄する。やばい、このバイクもう買い替えろよ。こいす、何ヴィンテージものなわけ。これもうやばいでしょ。大事なバイク、いや、サビがやばいんじゃない。やばいって、これはもう買えるでしょ。でもこの高圧洗浄を使うとまるで新品かのように。お、どんどん綺麗になってくる。すごい高圧洗浄の力。オフロードバイクっぽい、細いし。やっぱ高圧洗浄ってすごいんだな。なんか細かい部分が、ナンバープレート、座席、フットレス、ポンポン、なんか部分を覚え、ベアリング、ハンドル、ハンドルバー、ペアリング。ブレーキディスク、スポークセット。なんか、部分の名前を覚える。スポークセットっていうの？シュプロキット。バイク、どなたもバイクの免許欲しいな。大型乗ったらかっこいいよね。うーん。これ裏側もあるのか。ハーレー乗る、ハーレーダビッドソン。ハーレーダビッドソン。ハンドルがこう、うにゅってなってるタイプね。押すの大変だよ。あれは、コツがあるんです。コツをつかめばなんとかなる。なんかすごい細かいお尻のところ。あ、キラになった。できたー。こんなにブルブルだったバイクが、ビフォーアフター。剥き卵のように綺麗だ。さすがだな。もう誰も俺を止めることはできないで。